イレーネ・パレデスエ・エルナンデスは、スペイン・バスク州ギップスコア県レガスピ出身の女子サッカー選手。ポジションはディフェンダー。サッカースペイン女子代表。プリメーラ・ディビシオン・フェメニーナの FC バルセロナ所属。1991年7月4日に、バスク州ギップスコア県レガスピに生まれた。2007年に、地元の CD サラウツからデビューし、2008年に、 ギプスコア県最大のクラブであるレアルソシエダに移籍した。2011年にはバスク州最大のクラブであるアスレティックビルバオに移籍し、2015から16シーズンにはプリメーラ・ディビシオンで優勝した。2016年にはフランス女子サッカーリーグのパリ・サンジェルマンに移籍した。2017から18シーズンにはクープ・ドゥ・フランスで優勝した。2011年11月。 ルーマニア代表戦で、スペイン代表デビューした。2013年6月には、イグナシオ・ケレーダ監督によって、UEFA 欧州女子選手権2013本大会のメンバーに選出され、準々決勝のノルウェー代表戦では、オーンゴールを検証した。2013年10月27日、2015FIFA フフ女子、ワールドカップ予選のエストニア代表戦で、 スペイン代表初得点を決めた。2015年6月には 2015FIFA フフ女子ワールドカップ本大会に出場した。2017年には UEFA 欧州女子選手権2017本大会に出場した。パレデスはセンターバックでありながら 2019FIFA フフ女子ワールドカップ予選ではチーム2位の3得点を挙げている。2019年には 2019FIFA 女子 ワールドカップ本大会に出場した。ありがとうございます。